様子の YouTube チャンネル、毎回豪華なゲストに来ていただいておりますが、今回はなんと俳優の川久保拓司さんです。よろしくお願いします。川久保拓司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俳優のと今言っちゃいましたけど、はい、本当はこうまた別の顔もあるんですよね、はい、そうですね、いろんな、まあ、あのベクトルで、うん、総合力で突き進む、そこそれをテーマで今、はい、今日なんかプレゼンですか。もしかしたらこの YouTube で何かがつながるかもしれない。貪欲に貪欲にやっていこうとは思ってます ね、はい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 、改めてよろしくお願いします。俳優自体も何年やってます。気づけば僕ちょっとあの始まりが曖昧なんですけど、今曖昧ってありえるんですか。なんとなく出ちゃったみたいな。そうです、なんかこう今40なんですけど、もともと17歳の時、うん、高校2年生ですか、うんうん、プロサッカー選手にどうしてもなりたくて、クラブチームに通ってたんですけど、うん、まあお金がない、うんうん、でクラブチームってどんなにお金なくても月謝が必要なんですよ。月謝を払ってサッカーを教えていただく。そうかで、ある時、まあ、海外遠征の話があって、うんうん、いくらかかるんですか、うん、20〜30万です。もうでもその年にはもうもう高2の20〜30万ってもうほど高い、ね、終わりなんで、下をつむいて歩いてる時に、まあ、前にいた事務所にスカウトされて、某、うん、スターダストさん、某スターダストさん全部言ってますよ。それで入ったんですけども、うん、その時僕金のことしか考えてなかったんで、はいはい、それはお金いっぱいもらえるんですか、やりますっつって。スカウトってどういうか、もう本当に、はい、例えばスターダストさんってもう言います、はい、いいですよね。もう言っちゃいましょう。はい、音楽やってるとこもあれば、はい、そういう俳優業、女優業見られてる方もいるし、ね、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、どういう切り口で声かけられたんですか。いや、僕まず恥ずかしい話なんですけど、うん、原宿の竹下通りを、うん、久々に聞いたな。いや、これ本当に恥ずかしくなっちゃうぐらいの。で、本当歩いてたら、うん、すいません、うん、何すか、うん、芸能のこういう事務所ですけどって名刺見せられて、うん、で僕全く知識なくて、うん、もう自分にそういう選択肢があるっていうことすらも考えてないような高校生活だったんで、それでもうそんな感じで僕からぐいぐい、うん、もうアルバイトみたいな感覚ですよね、うんうん、お金になるんだったらやりますみたいな。それで、まあ、そのまま本当に事務所に後日行って、でなんか仮契約みたいな形だったんですけど、それで CM のオーディション行ったらすぐ受かって、エリート中のエリートじゃないですか。それでもう未だに思い出します。最初 CM なんだ。そうですね。で、まあ、結構背の小さい男の子がいて、顔が可愛らしい男の子だったんですけど、でその子と二人で同時に入ったっつって、最初もう本当の最初はボーチェっていう雑誌で、もう本当にね、こんな小ささの写真でインタビュー受けるみたいな、その男の子とやって、でもその子口下手で、そのなんていうんですかね、あんまり器用じゃないタイプけど、なんかすごいオーラあるなみたいな子だったんですよ。まあ気づけば山田孝之。あ、そうなんだ。だからもう全くの同期は実は山田くんで、で僕はその後に高校卒業して大学2浪して、で20歳で大学1年生の時に芸能リスタートするんですけど、はい、なんでちょっと曖昧なんですよ、 どこがデビューか、はい、でもその最初のお仕事でこちらの方は足りたと。まあでも CM で十分に、まあ、賄えるような、いや、ありがたかったですね、高校生の時、と思って。それで、まあ、役者の仕事をしながら、はい、まあ、多分その中で役者の仕事の中で一番沈んだ時期とかなんですか。こうちょっと例えば、はい、スランプ、例えば音楽家でよくスランプなんて言葉を使いますけど、はい、演じきれないとか、なんかこの役難しいとか、うん、なんかこう壁に当たることがやっぱあるんですよ。いやー、でもパッと思い浮かぶのは、うん、23歳の頃、うん、それこそ、まあ、ウルトラマンの撮影が終わって、うん、自分のそのなんていうんですかね、こう仕事の、まあ、ランク、もう本当下世話な話ですけど、ランクみたいなものはきっと上がったけども、はい、やっぱり実力が伴ってないなって思うことがあって、ね、ちょっと腐りかけた時期なんかもあったのかもしれないですね。やっぱ身の回りにやっぱ天才がいたんだなって思うんですよ、うん、今、うん、それこそ山田孝之の芝居見て、うん、圧倒的に違うって思っちゃうし、圧倒的に違うけどそれを認めちゃいけない、ダメだダメだ、認めたらもう終わっちまうって思うようなところもあって、だけどもう結果が出ない自分に飽きもきして、まあ結構飲んでる
もうお酒の量が増えた時期もありましたし、ただまあその時期にこのね言葉って言っていいのかな、あの空手家の入江さんっていう方がね、この言葉大丈夫ですか、大丈夫ですか、なんか天の声で聞こえてきたとまああの出会って、はい、あの人生には本当に選択肢があるんだっていう出会いの素晴らしさを知るわけですので、で役者としていろんな人と出会っていろんな刺激をもらって、自分が息を吹き返していくのが分かる、そんな時期もやっぱありましたし、じゃあなんか入江君にちょっとなんかこう息吹をもらったっていうのはちょっと正直ありますよね、はい、すみません、後であの今の入江さんってとこピーって入れといてもらっていいですか、すいません、僕ミュージカルの舞台を井上芳雄さんって、あのまあトップランカーですよね、もうあのの芝居見に行ってうわーってなって、でも歌歌ったことないし、いやでもそれからそのやりたくて、やりたかったらやろうと思ってレッスンして、そうね、難しいと思ったから俺には違うじゃなくてやろうと思うんですね、はい、そうなんです、あのもう受験を始めた時みたいに、やっぱ元体育会系はなんかガッツが違う、なんか俺すごいなと思って、でも結局オーディションももう何本したか分かんないですよ、でもやっと引っかかるようになって、それがなんとかつながって、今やっぱ継続的にミュージカルやらせてもらったりするんで、わ、可能性ってのは結構その自分で限界決めちゃうともうフィニッシュですけど、安西先生みたいな、いや本当に試合終了しなければいいんですよね、はい、っていうのはなんかいろんな、確かに自分の人生のね、こう放出するは自分が吹かないから別に終わんないですもんね、そうですね、でもそれこそそのなかなかうまくいかないなみたいな時期もしょっちゅうですよ、昨日も締め切り、どうしようかな、全然間に合ってない、どうしようかな、お前の道ですよ、お前のこう、なんかあれなんかとか、あのもちろん自分を鼓舞するために、いや自分はもっとできるはずだ、いい曲かけるはずだって思うんだけど、今とりあえず仕上がりかけてるこの曲を聴いて、俺はやっぱもうちょっと才能が、今たまたま僕もこう例えばハマり役がたくさんあったり、こう満足のお仕事があったように、こう世の中にね、こうみんなに知っていただける、いやもう存じてます、存じてます、はい、でどこかで自分の才能を褒めた、頑張ったなって思ってあげたい曲とかもあったけど、そんな自分の才能もまあいい意味で長年やれてることの結末として、いや自分の才能が枯れてしまってるとかはないんだろうかとか、やっぱ毎回考えるんですよ、へえ、なんかそうやって負荷がかかった時の方がやっぱ頑張れるとか、そういうのやっぱりあるんで、まあ、僕もあの身体は体育会系じゃない人、意外とあのメンタルは体育会系なのかもしれないですね、はい、うん、多分ここは音楽も多分役も一緒だと思うんですけど、はい、もう毎年毎分毎秒、はい、新しい才能が生まれ続けるわけじゃないですか、デビュー組がいたり、はい、例えば新しい初めてミュージカルデビューして初めて何かの役をいただいて演じる俳優さんがいて、こいつすっごいみたいな人がさ、絶えず出てくるから、はい、なんかこうそれをこう自分が萎縮しちゃうようなメンタルに持ってって自分を潰しちゃう人と、やべえ負けてらんないとか、もしくはこんな面白い人たちと共演できたり、お仕事できる機会があるんだと思って楽しみにできる人で、はい、結構人生変わる気がする、そうですよね、そんな中でこう今副業の話っていうのはちょっと、ね、はい、ちょこちょ こ, こうキーワードで始めてますけど、はい、ちなみに今やられてるお仕事ってちょっと、はい、どんなお仕事をされる、その副業としてやってる人っていうのはどんなことですか、はい、すみません、初めまして、副業じゃないんだよね、ファイナンシャルプランナーの川久保拓司と申します、よろしくお願いします、よろしくお願いします第2話いやあのジキルとハイドみたいな必要ないいやもうそれこそそのあのファイナンシャルプランニング技能士っていう、うん、あのまあ、国家資格なんですけど、何級何級ってあるの、はい、今実際に僕はあの1級を取得してて、うん、はい、あとちなみに1級より上ってあるんですか、1級がもう一番上ですね、うん、あのまあ、よく言われてるのがあの銀行の窓口であの結構その運用とかをお勧めしてくれる方で多いのは FP2 級を持ってて、あと不動産宅建士を持ってて、僕はあの FP1 級であり不動産宅建士も持ってて、結構総合的にあのまあ相談に乗ることができるみたいな立場では、それだけで一つの職業及びこうきちんと例えばそれで稼ぐとか生きていくというのは十分こう達成されてるものだと思うんですけど、なんかこう俳優をやられてるのにどうしてそこに行こうっていうきっかけってどこから始まったんですか、例えばじゃあ自分が、24時間365日、うん、もう寝る時間も 3,4 時間でギリギリの状態で1分を惜しんで、芝居をしている、うん、でもお芝居ってやっぱそうはならないんですよね、うん、
やっぱ舞台だったら 2,3 ヶ月、ドラマだったら3ヶ月ワンクールで、その間がもうギチギチに埋まるっていうことがない俳優人生なんで、プラスインプットの時間もいりますよね。いりますね。で、何をやるにしても結果として俳優の能力が膨らんでいく、それが俳優っていう仕事の良さでもあると思ってて、で、僕はその職人的な感じで一つの物事にぐーっと入れ込んで他のものを排除する、それってもったいなくないって思っちゃうところがずっと根底にあって、で、自分には他に何の可能性があるんだろうっていうことをすごく探し求めてたんですね。それも俳優始めた初期からどこかでこうそういうのがちらついてありましたね。で、いつかいつかとは思ってたんですけど、やっぱりいつかっていうのはなかなか来ないもんで、で、やっぱり僕あの子供ができて、で、結婚して生活がまあガラッと変わって、で、それまではもう入ってくる収入全部使うぐらい の破天荒でいようってどっかで思ってたところがあったんですけど、まあ、やっぱ子供を育てる家庭を持つっていうことは現実的な部分に目を向けなくちゃいけない。で、僕結構凝り性なんで一気にグッと変えてみようかなと思ったんですよ。もうグッとお金のことを考えて、グッと勉強してみようと。で、いまだに覚えてるんですけど、ブックオフに行って中古の本で右の指をかけてスッと引き出した、あの一冊で人生が変わったんですけど、っていう人が結構多い本なんですけど、まあ、金持ち父さん、貧乏父さんっていう、まあ、結構まあ名称、ロバート清崎さんの、はい、あれでやっぱりお金のことを考える、自分のことを楽にしてあげることっていうのは素晴らしいことだって感動したんですね。で、 FP ファイナンシャルプランナーのテキストをパラパラっと本屋さんで、もう本当にジャケ買いみたいな感じで、これ面白いなと思って、なんだったら、まあ、ゴール決めた方が勉強って頑張れるんで、で、テスト3級受けてみようかな、2級受けてみようかな、いや、これ1級取れるぞ、で、まあ突き進んできて、その間に、まあ、俳優の仲間、芸人のお友達、いろんな人からこれってどうなんだろう、これはこうだからこうだよってアドバイスしてると、周りがちょっと笑顔でありがとう、もうそこでこう実地もしない、そうなんです。あれ、芝居以外でも人の人生変えられるぞ、感動を与えられるぞ、幸せにできるぞってなった時に、なんか自分の努力の対価、どんなにエンタメに振り切っても芝居の対価としてお金もらうわけなんで、それをおろそかにするって自分の芝居をおろそかにしてるのと一緒じゃないみたいな感覚に自分にはなってて、から、あ、これは一つの職業にしようって思いましたね。そのエンタメに携わる仲間だったり、そういう人たちに結構、まあ、手を差し伸べるじゃないですけど、いい方向に導きたいなっていうのも今は思ってますね。もちろんそのサラリーマンの方から相談を受けることもありますし、それはだって、私だってきっかけがやっぱお子様ができたり家庭ができていくところで、例えばほら役者として、はい、例えば何かこう自分の中でキャリアに陰りができて、こうお金が足りなくなってきたからお話しみたいなじゃないじゃないですか。相当すごいですよ。しかも僕はもう同時期に大きく来ると同時期に、まあ、大手事務所スターラストプロモーションを退所して、で、フリーの立場で今1年、 FP を取った後に親に、そうですね、もう自分の、そうですね、足として、まあ、歩いてみたいっていうのもあったし、だとしたらやっぱり一度40手前で一人の足で自分の役者の力も試してみたいと思いますしっていう形で、本当に僕スターダストプロモーションお世話になって、これからも芸能を目指すという方が見ていらっしゃいましたら、スターダストプロモーション、スターダストプロモーション、ちょっと噛んでました。今のもう分かんない。編集しないようにいやでも本当に素晴らしいスタートを切らせていただきます。でもそれがあって全く揉め事もなく、もうそうですね、綺麗にそのまま決まったお仕事も、皆さん結構仲良く現場で一緒になったりすることもなります。はい、いやでもなんかこう思ったことをやりたいことをもうガンガンやっていくパワーに満ち満ちたいですね。最近ちょっと自信を失いすぎなのかもしれない。頑張りましょうみんな。いや本当ですね、最終的に頑張りましょうになりましたね。いやありがとうございます、本当にこういう機会をもらって嬉しいです、本当に。ぜひまたなんか、はい、例えば来年とか、はい、今こんな動きしてるんですとかいろいろあって、またなんかいろいろ情報ぜひキャッチアップできたら嬉しいです。はい、はい、ということで今日も川久保拓司さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。